はい、2608回始めます。4月19日、金曜日入ったところですね。ニュースポスト7からですね、まあこれね、私もこれニュースで見ましたよ。私もこれ栃木県かな、那須のあたり、那須高原のあたりじゃないですか、うん。両手には結束バンド、顔には粘着テープが…ということで、まあ、電波も届かないようなね、山奥で、全身の焼かれた、うん、全身焼損したい息ということで、まあね、2人の、まあ、おそらく男性でしょうが、結束バンドで縛られ、顔はぐるぐるに、ぐるぐる巻きにね、粘着テープ巻かれ、そんで火をつけられてね、焼かれて死体遺棄されてたということですよ。恐ろしいですね、これね。第一発見者はマネキンのようなものが燃えているっていうことで通報してるみたいです。はい、びっくりですね、これね、うん、びっくりというかちょっと衝撃的というかね、恐ろしいですよね。マネキンのようなものが燃えていると、ね、4月16日午前7時ごろ、朝早くですよ、4月16日、栃木県警に耳を疑うような情報が寄せられたと。第一発見者は地元森林組合の職員だったと。この組合の、ね、関係者が話すには、うん、杉とかヒノキとかの、うん、伐採をするために職員が現場近くを通ったのは午前7時頃だったと、うん、ね、そこはね、もう田舎で山奥で人通りがほとんどないような場所ですが、うん、その林道から少し離れた、うん、場所に煙が上がっているのを見つけたと、うん、それでまあ河川敷にね、マネキンのようなものが見えるという話でしたと。山火事も疑われるのでね、近くの民家の電話から、まあ携帯がつながらないでしょ、うん、近くの民家から事務所に電話をかけてきましたと。携帯の電波も届かないようなところなのでと、うん、でその後地元の駐在所に行き警察署に連絡しましたと、うん、で通報を駆けつけた警察官捜査員ね、そこで燃えていたのは2つの遺体だったっていうことでね、まあ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 、はい、このね、うん、ね、2人のね、まあおそらく男性の遺体、これ結束バンド、うん、で縛られて、顔はぐるぐる巻き、ガムテープかなんかでぐるぐる巻きにされて、その状態で山奥に連れてね、移動されて、まあ、焼かれたということで、衝撃的ですね、この手口ね。はい、まあそれで、まあ、4月何16日か午前7時ごろ発見された、もう翌17、18ぐらいにはこれ、この2人のうち1人身元判明してるんですね。ちょっと今手元にないんですけど、なんか東京で飲食店20店舗ぐらいやってるような、まあ、会社経営してるような方みたいですね、1人はね。でもう1人はまだ身元わかんないみたいですけど、やっぱりでも日本の警察の捜査能力高いですね。まあ遺体焼かれて、うん、まあね、なんていうのかな、おそらく財布とかね、身分証とかその場になかったでしょうから、そのね、被害者の。それでもってもやっぱり1日2日でね、身元1人特定されてますから、日本の警察の捜査能力ってやっぱり高いなと思いますよ。はい、うん、でまあ怨恨でしょうね。なんか20店舗ぐらい飲食店東京でやってて、何かのね、お金にまつわるトラブルなのか何か分かんないですけど、トラブルがあって、まあ、こういう事態になってしまったということですね。まあ、うん、無理して何かやってたのかな、商売わかんないですけどね、人から恨まれるようなこともあったのかもね。よっぽど強いね、恨みというか何かなかったら、こういう手口にはならなかったと思うんでね、うん、まあ、この亡くなったこと方ね、まあ、何も私知らない状態でね、うん、自業自得だみたいなことは言いたくないですけどね。まあまあまあ、なんかトラブルあったんでしょう、うん、まあってことですね、うん、
なんか珍しい名前の方でしたね、その方。ちょっと私、うん、はっきり今手元にないんで、あれですけど、もう一人のね、身元は判明したっていうことですよ。はい。これからね、うん、これ多分捕まるんじゃないですか、犯人もね。おそらくすぐに。はい。ということで、栃木県の山奥でね、うん、両手結束バンドで縛られ、ね、顔には粘着テープが巻かれ、その状態でね、火つけられた、ね、全身焼死体、その遺体、死体遺棄で、うん、2人のね、あの遺体が見つかったっていうお話しました。はい、恐ろしい事件ですね。まあまあまあ、全貌が分かったら、もしかしたらもう1回ぐらいこれ扱うかもわかんないです。はい、チャンネル登録、高評価お願いします。失礼します。